はい、こんにちは。今日の新聞第14号です。早速記事を紹介します。今日も産経新聞からの紹介です。2015年4月7日トピックス、竹島尖閣全社が記述、中学校教科書検定領土関連が倍増。文部科学省は4月6日来春から中学校で使われる教科書の検定結果を公表しました。社会科では初めて地理、歴史、公民の全教科書が竹島と尖閣諸島を取り上げるなど、日本の領土に関する記述が倍増しました。竹島と尖閣諸島については今年度から使用される小学校教科書でも社会の全社が記述しており、義務教育段階で全ての児童・生徒が学ぶことになりました。今回は脱ゆとりで学習内容を大幅に増やした現行の学習指導要領に基づく2回目の検定で、全体の平均ページ数は前回の検定から 6% 増えているとのことです。これは非常に喜ばしいことです。いい流れですよね。今年度と来年度には高校教科書の検定が行われるということで、より専門性の高いこちらの教科書の改訂が課題です。今朝の NHK でもこのニュースを見まして、この検定については専門家でも意見が分かれてるんですね。このような教科書の記述は政府見解を押し付けることにつながり、偏った視点での教育が…なんてこの後に及んでまだ眠たいことを言ってるバカがいることに驚きですよ。それこそ偏った自虐的な教育で、将来ある若い世代をわざわざ反日日本人になるように仕向けることになるんですよ。日本政府として一貫した見解を持っているにもかかわらず、中国と韓国の顔色ばかり伺って若い世代にしっかり教育してこなかった結果、日本はどうなりました？少しでも良くなりましたか？ことあるごとに領土問題や慰安婦問題を吹っかけられ、至る所に忌々しいブロンズの像が建てられ、領海侵犯や不法占拠が日常的になり、美しいサンゴまで荒らされることになったじゃないですか。他国に言うべきことを言わない、自国民に自虐的な歴史教育をするなんてのは、日本人が持つ奥ゆかしさやつつましさとは全く違うものです。現実として日本の領土が脅かされているのであれば、我々日本国民は共通した認識をしっかり持たなければならないんですよ。この教科書検定の機会に、将来を担う若い世代に対しては、ぜひとも誇り高い日本の教育を進めていただきたいですね。はい、最後までご清聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方は、登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。